何の話してんの？彼氏に買ってもらったものの話？へえ、どんなの買ってもらったの？え？バーバリーの財布？マジ？めっちゃいいものプレゼントしてもらってるじゃん。超羨ましいんですけど。え？私の彼氏？私の彼氏はこのダッサいネックレス。ね、センスないよね。まあ、あんたの彼氏みたいにファッションに気を使ってる男じゃないから、仕方ないは仕方ないんだけどね。まあ、それでもこのネックレスはセンスなさすぎだよね。めちゃくちゃ長いこと悩んで決めたらしいよ。それでこのダサいやつ選ぶの本当に意味わかんない。店員に聞けよって感じ。ダサいって言ってる割にはよくつけてきてるよね。そりゃ、つけてこの教育文句言うから、仕方なくよ仕方なく。あとさ、この間の1周年記念日の話なんだけどさ、あいつ、私に何プレゼントしたと思う？服？アクセサリー？違うわよ。手作りアルバムよ。思い出の写真を集めたんだって。その場では喜んだふりしたんだけど、全然嬉しくないんだよね。普通に売って金になるものよこせよって感じ。あとさ、まだあって。金にならないもので悪かったの？え？お前の本当の気持ちがわかった？ちょっと待って。ねえ。ごめん。説明させて。誤解だって。話せばわかるって。俺についてくるの？いや、痛い。やばい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 。ごめんね。急に押しかけちゃって。昼間の出来事の誤解を解きたくってさ。とりあえず、家の中に入れてくれない？ありがとう。お邪魔します。俺も話したいことがあったから来てくれてちょうどよかった。君の話から先に聞くよ。話って何？お前からもらった気に入らないプレゼント全部売りに行ってきた。え？嘘だよね。たった3万円にしかならなかった。お前が編んだマフラーは値段がつかなかった。だから捨てた。ひどいよ。私が頑張って君に似合うかなと思って選んだのに。どうしてそんなことできるの？私、悲しいよ。マフラーだって何日もかけて君のためを思って心を込めて編んだのに、それを捨てるなんて。どうして？俺も昼間すごい悲しかった。ごめん。君の立場に立って話すべきだったよね。言っちゃいけない冗談だったよね。本当にごめんなさい。あの場ではノリに流されて君のプレゼントのこと悪く言ったけど、本当は全部気に入ってます。ネックレスもすごく可愛いし、手作りアルバムも毎晩寝る前に眺めたりとかしてます。俺も君からもらったものは全部気に入ってる。え、でも気に入らないものは売ったって。嘘？本当は売ってない？家の中にあるの？ドッキリってこと？そんな簡単に好きな人からもらったものは手放せない。許してくれてありがとう。怖かったよ、君の怒った姿。いつもの優しい君と全然違うんだもん。
もう絶対君のこと怒らせないから、もう絶対君のこと怒らせないから、あんなこと言わないから、ずっとそばにいて。